アメリカ空軍で F-35A 戦闘機の70機調達を減らす覚悟があるとの情報をキャッチしました。今回はアメリカ空軍が F-35A 戦闘機の実情を詳しく見ていきますね。ケンドール長官の言葉で、 AETP 以降には厳しいトレードオフが待っているとの警告。アメリカでも軍事技術と予算の間で揺れているんですね。 F-35 戦闘機エンジンでの中国製を使用している部分が余計問題化させているように感じています。アメリカの開発部門も危機感を感じている証拠でしょうか。アメリカ空軍では現在運用中の F-35 ライトニング2A 型に搭載する今後のエンジンについて、その方向をどのように進めるのかが懸案事項となっており、この2022年9月に世界的にも大きな注目を呼ぶ事態となっている。ことに、現在のアメリカ空軍のトップであるケンドール長官が、これまでのところ有力視されているアダプティブエンジンが採用された場合には、その導入費用の捻出に F-35 ライトニング 2A 型の調達奇数減の可能性を唱えたことが大きい。ケンドール長官は、具体的には、今後調達予定であるおよそ70機に相当する F-35 ライトニング 2A 型がアメリカ空軍から損なわれると試算した持論を述べており、アダプティブエンジンについてその意義を問う姿勢を見えている。この発言を見るに、ケンドール長官が F-35 ライトニング 2A 型へのアダプティブエンジンの搭載に対して非常に懐疑的な考えを持っていることは明らかだが、その行方は、アメリカ議会の軍事委員会が出す結論による。したがって、この軍事委員会の判断材料となる、アメリカ空軍が提出を予定している現状の報告書が、この問題をどのように記述するのかが注目点となりそうだが、トップのケンドール長官の意向と反するものとは考えづら、異様に見える。そのため、個人的には、アメリカ空軍が提出する報告書においては、アダプティブエンジンではなく、現在の F-35 ライトニング 2A 型が問う、最中のプラット&ホイットニー製の F-135 の改良バージョン、F-135EEP を押す可能性が高いのではと感じる。先頃も、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンに関しては、その中に規制されていたはずの中国製の素材が使用された問題などが浮上し、物議を醸したことも記憶に新しいが、今後を占う上では、それも含めて動向が注視される。さて、少し振り返ってみれば、現行の F-35 ライトニング 2A 型に搭載されている F-135 エンジンは、前述のようにプラット&ホイットニーが手掛けたもので、これは、軍需企業として、著名なレイセオンテクノロジーズ社の一部門である。レイセオンテクノロジーズ社は、F-135 をはじめとして、航空機用のエンジンやそのアビオニクス類から、機体そのものも製造しており、また、各種のミサイル類が、多数、アメリカをはじめとする、西側諸国で採用されていることでも知られている。航空機用のエンジンサプライヤーとして見た場合のプラット&ホイットニーは、同じく、アメリカの GE、アビエーション社や、イギリスのロールス・ロイス社に互いして、その業界で、世界で、3番目の規模と実績を収めている。プラット&ホイットニーの起源は、古く19世紀にまで遡り、1860年に、ミシン製造を手掛けつつ、また、アメリカの南北戦争に際しては、北軍向けに、銃器の製造に用いる工作機械を提供するなどして、業用を拡大させた経緯を持つ。その後1925年に、プラット&ホイットニーは、初めて、航空用のエンジンの開発を行い、
ここで完成したエンジンが、翌年にはアメリカ海軍の認証を受け採用されることとなり、航空機のエンジン製造を事業として軌道に乗せた。この最初のプラット&ホイットニーが世に送り出した航空機用のエンジンは、ワスプという名が冠されており、搭載した航空機の速度性能、上昇性能、信頼性ともに、アメリカ海軍の要求を上回るもので、大きな成功を収めた。そうした経緯を歩んだプラット&ホイットニーだが、現在の F-35 ライトニング 2A 型に搭載されている F-135 エンジンは、世界初のいわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプター用に開発された F-119 エンジンに端を発している。F-119 エンジンをベースに開発された F-135 エンジンは、プラット&ホイットニーでは、オグメンタと呼ばれているアフターバーナー機構を備えたに、軸式のターボファンエンジンであり、メンテナンスの軽減にも重きが置かれている。これには、まず、F-119 エンジンに比して、F-135 エンジンは、およそ4割にも相当する部品点数の削減が行われている点からも顕著であり、また、この F-135 エンジンは、部品の摩耗や異常を自己検知する機能が実装されていることも特徴だと言える。この自己検知機能によって、F-135 エンジンは、従来型のものよりも、はるかに高いメンテナンス効率を獲得しており、消耗部品の計画的な交換や供給が行えることで、機体そのものの高い運用上の稼働率を確保する目的が起とされている。ちなみに、F-35 ライトニングには、ご存知のように、通常滑走路仕様が A 型、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、カタパルトを用いる航空母艦艦載機用の C 型の3種があるが、F-135 エンジンも、それぞれ別バージョンが搭載されている。まずは、今回の話題の A 型だが、これは、F-135 の中でも、基本とされる PW-100 であり、B 型には、垂直での離着陸を行うために、リフトファンと連動する、PW-600、C 形には、洋上での使用を考慮し、塩害対策が施された PW-400 が採用されている。現在のアメリカ空軍のトップであるケンドール長官が、今後の F-35 ライトニング 2A 型に搭載することを推していると見られる F-135EEP は、F-135 エンジンの PW-100 の改良版であり、これらの延長線上に位置づけられるものである。翻って、その対抗馬たるアダプティブエンジンは、F-35 ライトニング25のアメリカの次世代戦闘機に搭載することを目的に、AETP として開発中のものであり、現在は、技術的な実証を行うフェーズで進められている。現在のアメリカ空軍に割り当てられた予算の中で、AETP、つまり、アダプティブエンジンの開発を推進し F-35 ライトニング 2A 型に搭載できた場合、機体自体の能力は向上しても、調達数そのものは減少すると考えられるわけだ。アメリカ空軍の本音としては、そうした事態を回避するために、アダプティブエンジン用には、別枠の予算を投入してもらいたいと、希求しているようにも感じられるが、最終的に、決定権を有する。アメリカ議会の判断が注目される。これまで人口増とそれに伴う経済力の大幅な増加を背景に各軍事分野で増強を継続する中国に対してアメリカは旧ソ連の1991年 UFO 会議後は軍縮の傾向が加速していた状況からなかなか路線変更を行うことは困難な状態が続いてきた。すでに単純な艦艇数では、中国海軍の後塵を排してしまっているアメリカ海軍の現状もあり、航空兵力という点では、現行の F-35 ライトニング2の配備数が削減される可能性に対して、アメリカ空軍も
危機感を強くしているのだろう。今年2022年の2月に、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を実際に開始する前までは、中国による台湾への武力侵攻は、アメリカの軍部が自らの軍事予算の削減を防止するために、大げさにその危機を煽っているとの見方も少なくはなかった。しかし現在の世界状況を見て、中国が台湾に対してどのような行動に及ぶのかは、これまで以上に予測が困難な状況に陥ったとも言え、アメリカや西側諸国がウクライナに支援する兵器の有用性が十分に示されないと危ういと言わざるを得ない。